皆さんこんにちは。今回は私のこのエブリー、これなんです。今荷物大体省いたんですけど、これからですね、このエブリーを夏が来る前に、断熱、いわゆるデッドニングってやつをしていこうと思っております。ね、今そこに映ってるのはね、梅沢さんなんですけど、そう、ちょっとね、いろんな動画見てて、一人じゃきつそうなんで、今回ちょっと手伝ってもらおうかなということで、今回召喚しました。まあさっきまで釣りしてたんだけど、早めに切り上げて、こっちの作業に入ろうかなという次第です。というわけで今日は、屋根、天井の内張りを外して、制振して、まあ、振動防音っていうの、あれ貼っつけて、で、断熱材を貼り付けるという工程を踏んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。これ断熱材はすでに昨日のうちにホームセンターで買ってきました。これまあ3つあれば足りるんじゃないかなという感じですね。でまずこの天井を外すためには、せっかく取り付けたこのエレクターパイプ、これらを全部まず外して、もういろんなところ外して、でね、こういう内張りね、これ全部外してじゃないと取れないんで、皆さん今日結構なことになりますね。頼むぜ。オッケー。じゃあちょっとこのパイプから外しましょうね。とりあえず今パイプ外したんで、で次行こうと思ったら、これ休憩の人だから、お昼にしよう。お昼にしよう。もう11時過ぎてるし。そういうことですね。昼飯終わんのかこれ今日。焦ってもしょうがないから。いや焦るね少し。ご飯にしましょうよ。ご飯らしいんですよ。はい、余裕っすね本当に。この車ほら軽バン仕様なんで、軽貨物仕様なんで、こういう仕切りがついてんだよ。これも外さないといけないね。まあ。梅沢さんにかかれば余裕だと。余裕っすね。おお。運転席の上ね、これ外れたね。うん、外れた。多分ね。もう終わってやるもんでしょ。俺それ、あの断熱終わった後、それさ、またつけるかどうかは分かんねえから、うん、つけないかもしれないから、うん、どっかあの、うん、やっといて。分かった。僕無理やりも外しちゃっていいの？あそこあのパッキン外せば外れるらしいんで、とりあえず信頼してるんでやっといてください。取れた。このこれから外さないといけないからめんどくさいんだよ。戻せるかどうかです。まあこれに関してはもう多分戻さないと思うんで、いらない。反対側もパッキン取って。いいね。慣れたもんじゃねえか。やり方さえ分かっちゃうな。じゃあ全部指示出すんでよろしく。はいよ。お、取れたね。疲れちゃったらちょっと頼むね。おい、私のエブリーはこれオーバーヘッドコンソールって言って、この天井収納があるんで、これもまず外さないといけないんですよね。これ外すよ。もうとりあえずネジというネジは外すんだけど、でも意外と素動だよこの子。そのネジがどこにあったかっていうのちゃんとあれしとってくんないと戻せんぜ。それがそうん、だからここを外したらこれで近くつけとこう。つけとけ。でとりあえずここからね、あそっち外して。嫌です。あでもえそれだけじゃないから。それだけじゃないよ。あのね、これ外すの結構しんどいから。ここ？そう、そこ。傷つけちゃうよ。傷ついたら10万円です。どうやったんだこれ？その細いやつじゃちょっと多分無理だと思うんですよ。ああ。皆さん、これ使って。俺のマイナスドライバー。金属。暗いな。これが細いやつで、
昨日作ってラグビーの太いやつで刺す。あーダメだ、やっぱ上2箇所止まってると思うんですよ。取れないよこれ。緩んでる？緩んでる緩んでる。そこだから OK。 余裕じゃん。で、こっち側も一応外れたから、うん、これも外していきます。はい、今ここの天井収納の部分がやっと外れました。これめっちゃ苦労した。ここのこれが一番怖かった。これがついてたんだけど、こんな形になっててはまってたんだけど、これがね、なんかもう割っちゃいそうで、意を決して思いっきりやったら取れた。よし、ここまで来たらあとはここね、これを剥がすってことはもうここに引っかかってっから、ルームライト、あとミラーごと外して、で、あとはその上のあれだね、内張り剥がしだね。そこが一番大変なところだな、だな。それね、多分降りて外側からなんかガコガコした方がなんかやりやすかった。反対側ね、こっちは今これ取れたのよ、これ。で、この内張りが剥がれるまでもう少しなんですけど、そっち側ね、割れたら30万で増えてね。手が痛いっす。早くして。うん、手が痛いっす。俺何も痛めることなく外れたんですけど、手が痛いです。鉱物買おう。とりあえずこれを外せば、あとは後ろのあれや、この辺のパッキンをグワッと外せば多分取れるんじゃないかなと思う。あとは全部天井のポッチポッチは全部抜いたはずだから、目立さんにかかってますよ。あとそこだけよ。やっと取れたよ。鉄板むき出し状態です。いやー、しんど。こっからほら、ウォッシャー液のパイプと、あとこっちからはルームライトの配線とか来てる。で、外した天井はそこ。はい、よし、じゃあこっから休憩。疲れた。ノンアルで休憩しよう。ノンアルで出た休憩男です。ね、じゃあこっからシールをペタペタ貼っていくんだけども、休憩っていうことで。結構頑張ったぞ。休憩です。じゃあ精神剤貼る前に、今のこのむき出しの状態の状況でどれだけ音が響くのかっていうのをちょっと梅沢さんに検証してもらいますんで、天井を叩いてください。はい、上からでコンコンコンってやって、もっともっともっと、何回もいろんな場所。もうすごい響くし、すごい歪んでるよね。ちょっともう一回やって。中から聞くとこんな感じ。これからあれを貼って、今の響きがどう変わるのかっていうのをちょっと期待しましょう。変わるといいな。貼りますよ。で、貼るのはこれ。これね、ツールズアイランドさんっていうところで買った精神剤ね。これを
こうベタ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 いろんな箇所に貼ってって精神するわけですね。この作業に入ります、はい、今こんだけ貼っつけたんでさっきの音と比べてもらいましょう。いいよ。どうよこの違い。すげえ違う。これはだいぶいいんじゃない。そしたら聞いてるからもう一回叩いて、うん、ほら全然違うでしょ。これで雨音もだいぶシャットアウトされるでしょ。これは違うね。OK、これ防音効果成功だな。成功だわこれ。 OK、 うん。あとちょっと横やってで断熱材入れるという感じですね、うん、いいじゃない。いいよこれ。そんなに違うんだ。全然違うわ。うまいこと言ってんの。言ってる言ってる。ちょっとは元に戻すのできるのね。いや大丈夫、2個あるから。2個あるって何。え、ネジがさ、それは一応2個あるからどれかつくはつく。すっ飛んでんだろ。この中に入ってもう、だからもう開き直ってみた。いい感じせよ。反対側はこんな感じで。で、このタイヤの上にもこれ貼ってます。ガラガラ。ガラガラ。ここにも断熱材入れますからね。あ、ここにも入れるのね。入れるよ。とりあえず今一面に断熱材入れたはいいけど、落ちてきそう。これ天井戻せんのかっていう話なんですけど、その辺についてどうなのね。多分厳しい戦いになると思うよ。やるぞ。もうとりあえずさっさと天井戻しましょう。これきついわ。いや、今こうパッと見はなんとなく戻ってきてはいるけど、実際超大変。外すより戻すのがやばいぞこれ。梅沢さんどうですか。え、どこで苦戦してるんですか。いや苦戦してないんだけど。してないのかい。そう、これから苦戦するかもしれない。白やこのバーね。俺今このバー取り付けるのにすげえ苦労した。穴が合わねえっつってなんつってなんかもいろいろなんかやってる。入りそう。あとパッキンとかしっかり噛み合わせてんの大丈夫なの。なるほどね。ここがちょっとめんどくさいな。そのサイドの手すりの下のパッキンとかなんかずれてるけど。あれ？上。ん？そう。それ？そう。あ、そこか。これこの辺しっかりしないと雨漏りとかすっかんね。はあ、これめんどくせえ。休憩。どうしようか、これで助けて。あらかた。戻し終わったか。前の収納の天井収納も入れたし、ちょっとね気になるところはいろいろあるんだけど、断熱材入れたせいでこのポッチがちょっとねちゃんと入らないっていうね。まあ後でここに入るネジでねじ込むしかないな。鼻がやばい。あとはパイプディレクターパイプを取り付けです。いいのか。ここまで来たね。しんどい。じゃあ今精神剤入れて断熱剤全部入れて内張りもつけた状態で、音チェックお願いします。どうよ。全然違う最初と比べて。全然違う。
ビフォーアフターちょっと後で並べますけど。違うよな。こんだけ変わるんやで。もうすごい響く。全然違う。じゃもう下からやるからもう一回やって。どうよ。こんな感じ。はい、オッケーです。これだいぶ静かになるぜ。うん。早く雨降ってほしいね。うん、まあ別に雨はいいんだけど。そしたらあとパイプ取り付けます。はい。やっと全部取り付け終わって、パイプもつけて、パイプは正直一番きつかった。荷物も詰め替えましたと。じゃあこれまた来週天井また外してやるか。いいよ。でも今日よりも早く終わると思うよ。だんだんスピードアップしてコツをつかんだのか。そう、これいやーしんど。こんなん一人でできんよ。これきつかったぜ。これ二人でもこれだけ苦戦したのに一人なんか無理だろ。パイプね、初期初めて設置した時は全部一人でやりましたからね。じゃあ今日はね、うん、これで完了ということで、はい、よろしいですか。 OK です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。次今度は大雨降るのが楽しみですな、うん、どんだけ音が軽減されるのか。うるさくて寝れねえな。あと、まあ、すぐ、すぐ降るんじゃない。寒い日暑い日断熱効果があるのかどうか、そこはちょっと分かんないけど、うん、これからほら暑くなるからどうなんだろうね。暑くなる前の今やっといてマジでよかったから。こんなの真夏でやったら大変なことになるよ。だって30分ぐらいしか持たないでしょ。5分おきに休憩ですよ。とか全部あんのにどれぐらいかかったの。昼前ぐらいから始めた。うん、1、2、3、4。何時今？4時になるところ。もう4時。そう、5時間ぐらい。休憩時間が、まあ、言うて30分ぐらいか。まあ4時間半ぐらいかかるんだね。まあまあかかった、はあ、次回、はい、次回予告。このエブリィの床ですね。今このジョイントマットで引いているんですけど、まだデコボコなんで、今度は板入りますから。はい、平らにしますね。おう、これマジで寝づらいんだよ、このくにょくにょしてて。そうなんだ。なんでちょっと今度は板を切って、あの乗せて、あのバンドーンってやるから。うん、頑張ってね。よろしくお願いします。分かった。ウネザー召喚しますんで、はい、手伝いますよ。あざーす。はい、じゃあ今日はこれで終わります。はい、お疲れ様でした。